じゃあ一回じゃあお返しにちょっと出しましょうか。出ました問題を。出ましたよ。で、あの前回ね、一回出したのがありましてね、藤本からのね、挑戦状みたいなやつですよね、山ほど解かれましたんでねあ、そうでしたっけ、はい、数字が並んでるんですけども、うん、その並び方がですね、ある時はこうです。ある時はこう、この順番です。はい、ある時はこうです、うん、ある時はそうなるの。はい、この時に1個ね、丸が増えてますよね。ん、丸の数、あ、確かに、はてながあるんですね。はいはいはい、このはてなに入る、ものは何でしょうか。もの、ものです。この重なってのとかもちゃんとしっかり書いてくれました。はい、重なりは無視してください。うわー、無視かいお前マジかお前、ええやろ。俺その絡まり方から考えてたって。見てください、この奈良の細さを。幅なかったんです、幅が。あの、でも1の大きさはこれは関係ないの。はい、1の大きさ、うん、2の大きさは関係あります。は、うん、あんの、下の段のね、これあります。マジで分からへんわ。こっちは結構ね、まあ簡略化してる部分もあります。ちょっとね、へえ、これはまあ順番はこうですね。でも順番 1,2,3,4,5,6,7 もね、ね、この順番ね、場合によってはですけども、はい、人によってはかな、うん、この位置が、うん、ここにある人もいます。このね、こっちに来る人もいます。何よ何よそれ、どういうこと。で、人によっては、うん、俺どっち、うわー、どっちなんやろ。それはね、今判断できない。多分ここ。藤本はどっち？俺ここ。色をね、つけたいんですよ。色？色をね、つけたいところがあるんですけど、上の段のこの1番、うん、赤です。赤？で、上の段の7番、うん、青。青？これがヒントです。ちょっとこれも書きましょうかね。こういう感じですね。虹。虹、違います。虹はね、赤、東、黄、緑、青、藍、紫ですね。うん、あ、紫か。青、ここですね。青、そう。虹は。数字が意味わからんねんけど、マジで。数字はただこれがこれ対応してるってだけですよ。あ、もう、それが何かを。あ、そういうことか。そうです。あ、そういうことです。オッケー。言葉とか物って言ってたらそういうことです。なるほど、なるほど。ですね。正解お願いします。地球。地球、なぜでしょう。なぜ理由を皆さんに。上が、まずね、はいはい、これ、1週間です。はい、日月火水木金土、はい、でこっちが、太陽系の並びです、はい、位置が最初太陽、はい、で水、はい、水星やから、でこれが水曜日、はい、水曜日で水金、金星やから、で金曜日、はい、で地、地下木の地球、はい、で火木で火、日月火の火、火木、はい、木曜日、はい、水金地下木土、土星おで7番だから地球。正解です。おお、そうか、数字で言うんじゃないんですね。だから最初ね、物とか言葉とかね言って、ここはもう数字、こっちにないのがありますから。あ、そういうことか。そういうことなんです。なるほど、なるほど。さあ皆さん、いかがだったでしょうか。うわー、これ結構考えちゃったな。